8時になりました。明日4月11日木曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは外業。引け込み発表された有望 IR、その他の IR、本日の増配株、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率、値下がり率ランキング、明日反発期待の本日の急落銘柄、 そろそろ反発期待の売られすぎ銘柄、新規上場スケジュール、株式分割スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、アスオンデイトレ候補、需給が軽く上がりやすい銘柄、トピック、半導体銘柄、生成 AI 銘柄、ランキング、安くなった客張り候補、上昇中の順張り候補、今日の気になるチャート、最後にリバトリ候補、空売り候補、 本日のアイア i r の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウは下げ、ナスダックは上げ、日経は下げという展開になりました。ダウは9ドルの下げ、マイナス0.02%。ナスダックは52ポイントの上げ、プラス0.32%。日経は191円の下げ、マイナス0.48%。 1>, 1ドルは151円79銭、引き続き151円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが931銘柄、値下がりが660銘柄、変わらずが61銘柄、過半数の銘柄が上がった状況です。アメリカの方は CPI を控えて、小幅な動きとなっています。日本の方も 4兆円に届かない薄商ないの中、アメリカの流れを受けて方向感のない動きとなりました。アメリカ国債10年物の,の利回りは低下し4.3%台で推移しています。日本の方は引き続き0.79%台で推移している状況です。ドル円も引き続き151円台で推移しています。 昨夜のエヌビ i アは17ドルの下げマイナス 2.04%2 日連続での続落です業種別株価指数は上げ下げまちまちな状況となりました電気ガスがプラス2.68%で値上がり率トップになっています保険が1.74%の小幅な下げで値下がり率トップになっています います売買だけランキングも上げ下げまちまちな状況となりましたレーザーテックの売買代金は5日ぶりに1位に返り咲き売買代金もギリギリで2000億円台を確保しています本日半導体は上げ下げまちまちとなっています東京電力がマイクロソフトの日本への報道投資報道でています 大きく変われております。こちらについては後ほどお話しいたします。桜インターネットはマイクロソフトによる日本への AI 投資や Google が動画生成 AI の試験を6月から始めるということなどで思惑外で変われております。経済スケジュールは今夜は CPI と FOMC の議事録公開です。 新妊サランキング、こちらは次回4月17日に更新予定です。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に引き後に発表された U4IR です。まず NPC。NPC は太陽電池用の製造装置の大手メーカーです。今期形状を36%情報修正という発表がなされました。 24年8月期第2クォーター累計の連結形状利益は前年同期期2.9倍の6.6億円に急拡大し、従来予想の3.6億円を上回って着地、合わせて通期の同利益を従来予想の15.8億円から21.5億円に36.0%上報修正し、 増益率が64.5%増から2.2倍に拡大する見通しとなった12月から2月期第2クォーターの連結計上利益は前年同期期97.5%増の6.2億円に拡大し売上営業利益率は前年同期の8.8%から21.5%に急改善した今回の要因としては 部材販売が予定よりも好調だったということ、そして仕入れコストの低減という風になっています。本日の株価は832円、出来高は130万株です。この130万株の2倍弱ですが、220万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは2月5日に620円ですので、 ここが最安値です。一方、3月27日に835円ですが、本日高値、837円をつけていますので、本日が最高値です。直近はこのように25日線をサポートラインとした上げトレンドでの今回の高 IR です。株価は割安ではなく、利回りも0.84%、 低い状態ですが、ROE、ROA、稼ぐ力は高い数値になっています。信用買いが多いという点はご注意ください。次に、有沢製作所です。有沢製作所は、プリント基盤向けの材料の会社です。前期配当を15円増額という発表になりました。今回の利回りは、これで5.24%になります。 24年3月期の年間配当を従来計画の45円から60円に大幅増額修正した。本日の株価は1145円、出来高は6万9000株です。この6万9000株の2倍くらいですが、14万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは1月4日に1036円ですので、 ここが最安値です。そして3月21日に1187円ですので、ここが最高値です。直近はこのように、そこを,そこを打って25日線にタッチした位置での今回の IR です。PBR は0.83倍。しかしながら PER は28.1倍ですので、割安とは言えない状況です。 稼ぐ力も低い状態です。一方、今回の増配で利回りは5.24%の超高配等株になっています。信用買いが多いという点はご注意ください。次にホームポジションです。ホームポジションは、静岡や愛知で小建て分譲住宅を販売する会社です。株主優待の実施が発表されました。 合わせて発表された決算は、紙期形状が赤字転落で着地12月から2月期は赤字拡大。8月末時点で1000株以上を保有する株主に対し、クオカード2万円分を申請する株主優待を実施すると発表した。贈呈時期は今年11月末から12月末を予定する。 合わせて発表した24年8月期第2クォーター累計の単体決算は売上高が前年同月同期期17.5%増の101億4千万円最終損益が4億4 4四百万円の赤字となった小て分譲事業で業界全体の在庫過剰感が郊外エリアなどで発生した 販売価格などの調整を行った営業を進めたことで増収となったが赤字に転落した。こういった内容です。今回のこの1000株ですと株価的には33万2000円になりますので2万円分だと約6%になります。現在配当が3%ありますので合計で 9%を超える総利回りとなります。本日の株価は332円。出来高は1万4000株です。この1 4000株よりも1桁多い数ですが、64万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは2月26日に303円ですので、ここが最,最安値です。 一方、1月11日に394円ですので、ここら辺の位置です。直近はほぼ横横での今回の IR です。利回りがもともとこのように3.01%配当利回りついておりますので、今回の優待で総利回りが9%を超えることになります。PBR は0.54倍。 PER13.3 倍を加味しても割安な状況です。しかしながら ROE、ROA、e RO、稼ぐ力は低い状態であるということと、時価総額が20億円で極端に低い状態です。信用害が多いという点はご注意ください。次に FFRI セキュリティです。FFRI セキュリティは サイバーセキュリティ製品の開発・販売を行う会社です。前期形状を89%情報修正、4期ぶり最高益更新という発表がなされました。24年3月期の連結形状利益を従来予想の2.8億円から5.3億円に89.0%情報修正し、 増益率が13.8%増から2.1倍に拡大し、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。本日の株価は2158円。出来高は9万6000株です。この9万6000株の4倍くらいですが、37万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは 1>, 1月4日に1263円ですので、ここら辺の位置です。一方、3月7日に2268円ですので、ここが最高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。株価は割高で、配当利回りは0.32%、非常に低い状態です。 しかしながら ROE、ROA、e RO、稼ぐ力は非常に高い数値になっています。信用いが多いという点はご注意ください。次に注目の決算です。本日大型銘柄が5銘柄発表されておりますのでお話しいたします。まずセブンアイは今期形状は1%減益、実質増配。 こちらが3ヶ月チャートですが、ここ1ヶ月くらいはほぼ横横の動きです。本日、場中はマイナス1.61%の下げで引けています。そしてサイゼリア。こちらは紙機形状が5.9倍増益。12月から2月期は黒字不上。3ヶ月チャート、このようにゴールデンクロスを経た上げトレンドになっています。 本日場中はプラス1.33%の上げで引けています。そして ABC マート。こちらは今期形状は3%増で2期連続最高益。実質増益。3ヶ月チャートこのようにゴールデンクロスを経た上げトレンドでしたが、ここ2週間くらいはほぼ横横の状態です。 本日、場中はマイナス2.35%の下げで引けています。そして、KDDI。こちらは前期最終を1.6%減益に下方修正という発表です。3ヶ月チャート、このように25日線に頭を抑えられた下げトレンドの状態です。本日場中はマイナス1.20%の 下げで引けていますそしてイオンイオンは今季形状は9%増で2期連続最高益4円増配という発表になっています3ヶ月チャートこのようにあまりトレンドがない状態になっています本日引け本日場中はマイナス0.60%の下げで引けています 次にその他の IR です。本日 IR 多く53件出ております。上8件、あ、上9件が今お話しした内容です。この他にライフコーポレーションが2%の増益、10円の増配。吉野家は14%の減益、2円の増配。米田ホールディングスは6%増で3期連続最高益。 1>, 1円増配。星高ホールディングスは12%の情報修正。ゴキブリ最高益更新。高級は黒字不上。そしてイオンファンタジーは6%の減益。プログリッドは21%の情報修正。最高益予想を上乗せ。ナ南商事は6%の増益。5円の増配。 合わせて80万株、2.62%の自社株買いが発表されています。そして、ボードルは、上振れ着地、今期は15億円。トレジャーファクトリーは10%増で3期連続最高益、4円の増配。ベルシステム24は6%の増益。ホギメディカルは13%の増益。 ケイブは18%の減益。イオン北海道は6%増で2期連続最高益更新。ノートは赤字縮小。ライクは12%増益。マルゼンは1%増で2期連続最高益。前期配当を20円増額。今期も90円継続。そして近鉄百貨店は 24%の増益。金見食品は3%の増益。ミニストップは180倍の増益。ワッツは2.8倍の増益。日東製網は赤字拡大。イオン吸収は1%増で5期連続最高益更新。コックスは18%の減益。 ケイツーは11%減益に下方修正。イズツヤは16%の減益、1円の増配。アレンザホールディングスは13%増益。マックスバリュー東海は1%増で2期連続最高益、15円の増配。バリオセキュアは3%の減益。デイグループは3%増で 17ぶり最高益1円の増配大交通商は5%の減益毎日コブネットは赤字拡大 t オダ a は4.9倍の情報修正オンデックは黒字不上ゲームウィズは赤字に下方修正トーバルは12%の減益ヤマダコンサルティングは7%の情報修正 最高益予想を上乗せ、配当も8円増額、IK ホールディングスは黒字不上、G ーフットは黒字不上、サマンサタバサはサマンサ JP 株1株に対し、えー、コナカ株0.15株の、えー、株,式株式交換が発表されています。そしてキムコは赤字転落、 サンデーは3%の増益。ウッドフレンズは赤字拡大。以上が発表されています。次に今日の増配株です。本日13件発表されております。セブンアイが37円から40円1.86%。ABC マートは65.3円から66円2.29%。 J グループは3円から4円0.63%トレジャーファクトリーは28円から32円2.24%コメダホールディングスは53円から54円2.01%ヤマダコンサルティングは56円から75円4.34%アリサワ製作所は90円から今年は60円ですが 5.24%。そして、マルゼンは90円から90円。2.93%。放難商事は95円から100円。2.29%。ライフコーポレーションは90円から100円。2.48%。マックスバリュー倒壊は60円から75円。2.43%。いずつやは5円から6円。 1.57%イオンは36円から40円1.15%以上が発表されています次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです値上がり率第1位は放電精密加工研究所でした増益を発表したことにより前日比22.7%の株価上昇本日よりからストップ高でしたので より引け第2位はプラッツファイヤーグループ会社との業務提携と合部円会社の設立を発表したことにより前日比14.4%の株価上昇本日よりからストップ高でしたのでより引け出の差はありませんそして第3位はレイ情報修正を発表したことにより 前日比8.9%の株価上昇。本日、寄りから、あ、よりで買って引けで売ると3.4%の利益となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。15位まで。そして27位まで。次に本日のストップ高とストップ安です。本日、ストップ高11件出ております。デュアルタップは2日連続。桜インターネット。 データセクションも2日連続。アズジェント、ウェルビー、桜 KCS、放電精密加工研究所、メディアリンクス、トラーソンプロダクト、プラッツ、ヤマトインダストリー。この中でデュアルタップは2日連続ですが、株主優待制度の新設です。そしてデータセクションも2日連続ですが、 先端 AI データイノベーション研究所の設立です。そしてアズジェントは監視サービスの提供開始を材料視されたものです。桜 KCS はマスターン解除です。放電精密加工研究所は増益です。そしてプラッツはハイアールグループと合弁会社を設立したということによるものです。本日ストップ安はありませんでした。 次に本日の値上がり率値値下ががりり率率ランキンキグです値上がり率第1位はメディアリンクスでした前日き31.9%の株価上昇第2位はデータセクション前日き26.3%の株価上昇第3位は高級前日き26.2%の株価上昇値下がりの方は第1位が パル,グパルグループ。前日期マイナス12.5%の株価下落。第2位はメタプラネット。前日期マイナス11.1%の株価下落。第3位は理想教育。前日期マイナス9.9%の株価下落となっております。次に、明日反発期待の本日の急落名柄。まず、パルグループが 前日比マイナス12.51%の急落。理想教育が前日比マイナス9.90%の急落。イオンフィナンシャルサービスもマイナス8.47%の急落。もちろん、続落する可能性もあります。まず、理想教育ですが、このように、急騰後の急落です。これは、シューリックの TOB 発表での急騰で、その急落になっています。マイナス9.90%の急落。そしてパルグループ。こちらは昨日、今期計上は8%増で3期連続最高益更新という発表をしましたが、本日このようにデッドクロスの位置からさらに窓を開けての急落で、 マイナス12.51%の下げとなっています。この急落については記事が出ています。パルが急落し、年初来最安値を更新。25年2月期、過去最高益計画も増益率に物足りなさ。こういった受け止め方のようでした。そして、イオンフィナンシャルサービス。 こちらも今期形状は7%増益という発表をしていましたが、このようにゴールデンクロスからの <laughs> 上げトレンドから窓を開けて急落し、本日はマイナス8.47%の下げとなっています。この急落についても記事が出ています。大幅反落。前期業績下振れ着地で、 今期見通しも市場予想を下振れ、このような反応です。次にそろそろ反発期待の売られすぎ銘柄。本日はこれらの銘柄についてお話しいたします。まず、アサヒインテック。こちらはずっと連日お話ししておりますが、全然下げ止まらない状況です。レッドクロスを経た下げトレンドで、 本日はマイナス0.41%の下げ。RSI は16.84。そしてウェルシア。こちらもデッドクロスを経た下げトレンドが止まらない状況です。マイナス0.67%の下げで引けています。RSI は18.67。そして京セラ。こちらもデッドクロスを経た下げトレンドです。 本日、馬中はマイナス0.41%の下げ。RSI は18.83。そして、ラクス。こちらは25日戦に頭を抑えられた下げトレンドです。本日、馬中はマイナス2.55%の下げ。RSI は19.61になっています。そして、薬の青木。デッドクロスを経た下げトレンドが止まらない状態です。 マイナス1.20%の下げ。RSI は16.93になっています。そしてピジョン。ピジョンはこのように25日戦に頭を抑えられた状態になっています。本日、場中はプラス0.56%の上げ。RSI は17.91。そしてマネジメントソリューションズ。 こちらも25日線に頭を抑えられた下げトレンドです。本日差し引きゼロで株価変動はありませんでした。RSI は8.68。そしてキーパー疑減。こちらも25日線に頭を抑えられた下げトレンドです。場中はマイナス0.11%の下げ。RSI は16.75。 そして FP パートナー。こちらは本日上げております。プラス3.46%の上げ。25日線にタッチした位置になっています。RSI は14.29。そして公営テクモ。こちらも下げトレンドの状態から反発傾向にあります。本日はマイナス1.51%の下げ。 RSI は16.94になっています。次に新規上場スケジュールです。4月6銘柄だいぶ進んできました。ハンモックが明日上場です。そして来週16日はウィルスマート。レジルは現在抽選申し込み受付中です。そして工人バイオも受付中です。次に株式分割スケジュールです。 特にこちら変化しておりません。4月の権利付き最終日は4月25日木曜日。マンダラケ、マルチオ山岡やプラスゼロ、ファーストアカウンティングが予定されています。詳細はこれらの動画をご参照ください。次に決算スケジュールです。明日は非常に多く54件が予定されています。今週、今週来週の主な決算、このようになっています。 すべて明日は引け後の発表で、タマホーム、アルバイトタイムス、ローソン、ハローズ、大黒天物産、イートホールディングス、ワラベヤ日曜ホールディングス、チーズメン、ユナイテッドスーパーマーケット、フィルカンパニー、農業総合研究所、メディアズ、シフト、PR タイムス、このうち対借倍率1倍割れなのが、 タマホームと、そして大黒天物産です。わらべや日曜は本日、年初来安値を更新しています。<laughs> そして、クリーマ、CNS、ウィングアークファースト、ヒトコミュニケーションズ、サンサン、久光製薬、川上塗料、フリークリバーシャローツェ、サトリ電機、シグマコーキ、ミスターマックスホールディングス、 松屋、泉、そしてブックオフグループホールディングス。この中で対借倍率1倍割れは33とブックオフグループホールディングスです。泉は本日年初来高値を更新しています。そしてホテ,ホテルニューグランド、関石、ベルク、ファーストリテイリング、アウンコンサルティング、東部重版、オぼ日、ワクル、 厚生、フィクサー、プライムストラテジー、菅駒工業、東洋電気製造、積みの絵織物、シリコンスタジオ。このうちファーストリテイリングは対策倍率0.3倍になっています。積みの絵織物は本日年初来高値を更新しています。そして名工ネットワークジャパン、オズ産業神話、3F、シンワ、 野村工芸社、大場、日本式アベジ社。このうち、名工ネットワークジャパンは、対借倍率0.9倍になっています。2週間分の決算スケジュールと全データは、この動画をご参照ください。次に配当関連情報です。4月の高配当ランキング、年間配当金での利回りランキング、このようになっています。 単月配当金での利回りランキング、このようになっています。4月の権利付き最終日は4月25日、木曜日です。そして、通年での高配当ランキング、全体ではこのようになっています。プライム市場で売買代金100億円以上の銘柄ではこのようになっています。VL 指数を含め、詳細はこれらの動画をご参照ください。 次に、アソデーデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、ASJ、桜インターネット、データセクション、桜 KCS、ラボロ AI、UPS 研究所、ダイハツディーゼル、トラスオンプロダクト、スズヨ・シンワート、イシン、このあたりがアソデーデイトレに向いてくるのではないかと思われます。 次に需給が軽く火がつけば上がりやすい環境の銘柄こちらは次回4月16日に更新する予定です次にトピックです本日マイクロソフト関係について3つお話しいたしますこちらは、えー、昨日の21時に共同通信から出た記事ですマイクロソフトが日本に4400億円の投資 アメリカ IT 大手のマイクロソフトが需要が拡大している生成 AI のインフラ基盤を強化するため、日本に 2, 2年間で29億ドル、約4400億円を投資することが9日分かった。同社の日本への投資としては過去最大となる。生成 AI の高速処理に欠かせないデータセンターなどを 増強するほか、国内初となる研究拠点も開設する。岸田首相の訪米に合わせ、マイクロソフトが近く発表する見通し、最新の AI 向け半導体である画像処理装置などを導入し、東京と大阪にあるデータセンターの設備を増強する。都内に新たに研究拠点を設けて、 AI やロボット工学などの研究を進め、高齢化への対応といった社会課題の解決に取り込む。こちらの状況が根幹となって、本日、電力株も動いております。東京電力が5%高になるなど、電力株が軒並み高い。マイクロソフトは9日、日本で AI のインフラ基盤を強化するため、 2年間で29億ドルの投資を行うことを明らかにし、データセンターなどで電力需要増加への思惑が出ている。北海道電力の上昇は7%超と特に目立つ。最先端半導体の国内量産化を目指すラピダスが北海道で工場建設を進めており、電力消費の大きい 半導体工場での需要増とえと思惑が波及している。半導体受体生産の世界大手 TSMC は熊本で工場を建設しており、九州電力は5%高となっている。一方、業績にプラスは間違いないだろうが、貢献度は未知数とな慎重な声もある。しかしながら、 電力株は総じてずっと上げトレンドです。まず東京電力ですが、このように25日線をサポートラインとした、えー、強い上げトレンドになっています。本日はプラス3.56%の上げ。そして北海道電力もこのようにゴールデンコロスを経た綺麗な上げトレンドになっています。 本日はプラス6.84%の上げ。そして九州電力。こちらも25日線をサポートラインとした綺麗な上げトレンドになっています。本日はプラス4.95%の上げ。そして四国電力もこのようにゴールデンクロスを経た上げトレンドになっています。本日場中はプラス2.50%の上げ。 しかしながら、関西電力はあまり綺麗な状態ではなく、本日、場中はプラス、プラス0.93%の上げとなっています。次に、えー、AI 銘柄についての影響です。サクラネット、サクラ KCS など急騰。アメリカ、マイクロソフトの巨額投資で株高思惑が開花。 桜インターネットが続休診、12%高の5450円まで書き上がる場面があったほか、桜 KCS も6日ぶりに大きく切り返し、こちらは値幅制限上限の1699円まで買われる急騰を演じた。いずれもデータセンター分野に力を入れており、生成 AI 市場の急成長を背景に、 ビジネスチャンス拡大が期待される状況にある。直近ではマイクロソフトが日本で AI 向けデータセンターを拡大するため、日本円にして約4400億円を投資する計画を発表。これが両者の株価を強く刺激する格好となっている。桜インターネット、先ほどもお話しいたしましたが、このように レッドクロスからそこで反発して本日はプラス14.49%の大幅な上げとなっていますそして桜 KCS こちらはこのようにかなり荒い動きをしていましたが本日はプラス21.44%のストップ高となっています次に半導体生成 AI 銘柄ランキング まず、上げの方ですが、第1位がデータセクション。前日比26.3%の上げ。第2位は桜インターネット。前日比14.5%の上げ。第3位はラボロ AI。前日比10.2%の上げとなっています。下げの方は、第1位がソケッツ。前日比マイナス4.5%の下げ。 第2位は UNEXT、前日比マイナス4.2%の下げ。第3位は JET、前日比マイナス4.1%の下げとなっています。マイクロソフト、t TSMC、Google の動きで、また AI 銘柄に対する風向きが変わるかもしれません。次に逆割り、順割り、今日の気になるチャートです。 まず本日下げて安くなっている株についてはテルモこちらはプライム市場の銘柄で5月14日の決算発表銘柄ですそして日本 KFC こちらはスタンダード市場で5月13日の決算銘柄ですまず下げてる株反転狙いの逆張り向けとしてテルモこちらがテルモの3ヶ月チャートです このように2月の終わりから下げが続いており、デッドクロスを形成して下げが止まらない状況になっています。テルモはご存知の通り国内最大手の医療,医療機器メーカーです。心臓血管、メディカルケア、血液、細胞テクノロジーの3事業を持っています。カテーテルや人工心肺装置は 世界トップクラスです売上高営業利益の推移はこのように売上そして利益ともに順調に伸びている状況です売上セグメントの構成は心臓血,血管カンパニーが58.6%メディカルソリューションズカンパニーが23.4%このように カテーテルをメインとする心臓血管カンパニーが売上の過半数を占めている状態です。各セグメントの推移はこのように売上の過半を占める心臓血液カンパニーの売上が大きく伸びている状況です。国別で見るとアメリカが34.9% 日本が25.3%、ヨーロッパが19.5%、アメリカでの売り上げが最も大きく、海外での売り上げが約4分の3を占めている状態です。各国での売り上げを見ると、国内、こちらが日本ですが、国内での売り上げは停滞していますが、アメリカ、そしてヨーロッパ、アジア、 中国、海外での売り上げはすべての国で伸びている状態です。配当は13期連続での増配中です。現在の利回りは0.8%前後になっています。こちらが2月7日に発表された決算です。本期最終を4%上報修正。最高益予想を上乗せ。 24年3月期第3クォーターの連結最終利益は前年同期期13.8%増の798億円に伸びた。合わせて通期の同利益を従来予想の1010 10億円から1050億円に4.0%上報修正し、増益率が13.1%増から17.5%増に拡大し、 従来の6期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。10月から12月期、第3クォーターの連結最終利益は前年同期期0.2%減の298億円となり、売上営業利益率は前年同期の17.5%から16.3%に低下した。このような状況でした。 経常利益の進捗状況は会社計画が開示されていないため進捗率としてはわかりませんが第1クォーターはコンセンサスを下回ったものの第2クォーター第3クォーターはコンセンサスを上回っていますしかしながらこの進捗だと通期のコンセンサスを達成できるかは微妙に見えるところです 決算発表の翌日、情報修正の発表で株価は窓を開けて上昇し、プラス6.9%の上げとなりました。直近3ヶ月の信用取引状況を見ると、空売り、そして信用買い、ともに増加しており、空売りが若干多い状態で推移しています。 信用買いについては1日の出来高が300万株ほどある銘柄ですので、需給は軽い状況と言ってよいかと思います。本日の株価は2614.5円、出来高は250万株です。こちらは2022年、2023年、2024年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、 株配当の見通しです。このように下げ株ですが増収増益で増配の見通しとなっています株価は割高で配当も0.83%低い状態ですが稼ぐ力は波レベルです自己資本比率が71.9%で高い数値になっています需給は軽い状態になっています テクニカルはパラボリック、あ、一目均衡はこのように分厚い雲を下に突き抜けてしまいました。パラボリックは下げで点灯。マックリーは下げトレンド。RSI は40近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、マイナス1シグマとマイナス2シグマの間で推移しています。 まだ下げ圧力を感じるチャートです。次に日本 KFC。こちらは上げてる株、トレンドに乗る順張り向けとしてお話しいたします。こちらが10月からの KFC の株価の推移です。このように12月の中旬から一方的に上げており6割以上上がっている状態です。連日 で、年初来高値を更新中です。KFC はご存知を通り、日本で1210店舗を展開するフライドチキンの最大手チェーンです。1970年にアメリカの KFC コーポレーションと三菱商事の合弁会社で設立されています。2月28日に35%を保有する三菱商事が 全株式の売却を検討と報道されている状態です。売上高と営業利益の推移はコロナでも売上は大きく落ち,こ落ち込むことなく伸びていますが、利益は不安定さが目立っています。配当は60円に伸びることもありましたが、全体的には 50円の均一状態です現在の利回りは1.0%前後となっています。こちらは2月13日に発表された決算です。本期計上を1 34%増益に上方修正。24年3月期第3クォーター累計の連結計上利益は、前年同期比、 57.0%増の56.7億円に拡大した合わせて通期の同利益を従来予想の30.4億円から58億円に90.4%上方修正し一転して33.5%増益見通しとなった10月から12月期連結計上利益は前年同期期 66.6%増の28.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.4%から8.6%に大幅改善した。こういった内容です。定 <laughs> 常利益の進捗状況は、第1クオーターが14.1%、第2クオーターが48.1%、 第3クォーターが97.8%。第1クォーターで大きく遅れましたが、第2クォーターで取り返し、第3クォーターでほぼ通気計画に達している状態です。第4クォーターで赤字でも出さない限り、通気計画の達成は確実に見えます。決算発表の翌日、 大幅な増益の発表で、一旦は低く寄り付いたものの、大予選となり、プラス3.2%の上げで引けています。直近3ヶ月の信用取引状態は、3月の頭に優待クロスと見られる空売りの急増で、対尺倍率は1倍割れとなりましたが、今週も 空売りがこのように増加したのはじ、えー、これは実需での空売りかもしれません。1日の出来高が8万株ほどある銘柄ですので、この程度の信用買いは問題ではなく、受給は軽い状態と言えるかと思います。本日の株価は4890円。出来高は7万5000株です。 3年間の業績見通しは増収、増益となっています。株価は割高で、配当も1.04%で低い状態ですが、稼ぐ力は高い数値になっています。需給は軽い状態になっています。パラボリックは上げで転倒。マックリーはこ,このようにゴールデンクロスを形成し、 上昇トレンド RSI は変われすぎボリンギアバンドはバンド幅を拡大しプラス2シグマのバンドウォーク状態です強い印象を受けるチャートです本日バッド IR はありませんでした明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました高評価チャンネル登録いただけるととても嬉しいですよろしくお願いいたします